え、何この衣装。それはアザリエの衣装。今日からお前たちはそれを着るんだ。これもお前たちの衣装だ。今日からお前たちは新しいアザリエに生まれ変わる。唐沢の言った通り、すぐにファンは増えた。アザリエでした。つまり次から演奏はエアで構わないということだ。その分パフォーマンスに集中しろ。客はそれを求めている。それからも唐沢の言うことを全部受け入れた。その結果、ファンは激増。 CD やグッズも売れて、私たちは音楽一本でやっていけるようになれた。